はい、皆さんこんにちは、夢高 TV の時間です、今日はですね、小顔を作るためのね、筋肉のほぐし方といいますか、そのポイントをね一つお話したいと思います。例えばですね、この首の筋肉なんですけども、例えばパソコンとかのね姿勢で困難して前首を前に出していると緊張してきます。でこの緊張がね強くなってくると、顔のこの辺の筋肉をこう引っ張ってくるというイメージ、分かっていただけますかね。ここが硬くなってくるとこう引っ張ってしまうようなそんなイメージだと思ってください。そうするとですね、普段はシュッとなっている顔もね、こう引っ張られて顔が大きく見える、そんな感じなんですね。ですからこんな時どうしたらいいかというと、この筋肉ね、ちょっとつまんでみると、まあ、筋の、筋というのは筋肉は筋なんですけども、つまんでみるとこうつまめるようなね、筋肉があると思います。これをね、上の方から丹念にこうね、ほぐす、まあ、つまんで引っ張るような感じでいいと思うんですけども、ほぐしてみてください。反対側もねこうやってほぐしてみてください。そうするとねこの筋肉が柔らかくなっていきます。この筋肉が柔らかくなってくることを確認したと同時に顔がシュッと上がっていればね、それは小顔にする、ための筋肉をね、柔らかくしたというね、ことにつながると思います。はい、まあ、小顔をね作る方法として一つね、こんな方法もありますのでぜひね、試してみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼します。